皆さん、こんばんは。ガレージ番長の堀之内です。アイカウシレーターというアプリを使って変拍子にチャレンジしてみたいと思います。まず普通の拍子、4分の4拍子で録音していきますね。16分の64とか30、16分の32とか、16分の16を選ぶと普通の4分の4拍子、テンポ一番オートソックスな120でいきます。で、ドラムのパターンはこれもですね、オートソックスなロックの1でいきますね。16分の32にするとカウントが8になるんですね。1、2、3、4、5、6、7、8。16分の16にすると、1、2、3、4、1、2、3、4でループするんですね。16分の32でいきますね。16分の64でいきますね。ちょっと変拍子っぽくしてみますね。今16分の64。じゃあ半分にしてみます。16分の32にしてみます。最初の2小節だけループして演奏されますね。じゃあ、16分の64、さっきのに戻します。では16分の48にしてみます。これでちょっと何か弾いてみましょう。16分の48にすると、ここのカウントが12拍、12拍でループするんですよね。じゃあ、こいつもそうしましょうか。じゃあドラムもそうしましょう。16分の48、全部、ドラムで。